俺は地獄を何度も見てきた男だ。今さら地獄にまた落ちたって気にしねえてい。あ、やばいやばいやばい、どうしよう、なんか感じたんだけど。え、嘘でしょ。どうもマルベリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあということで、本日2017年4月16日日曜日0時を迎えまして、2日前から大々のセレクションガチャ第1弾から第4弾まで1セレ1行き地ずつ引いてくぞ連動企画やっておりますが、本日3日目ということでございまして、大の大冒険セレクション第3弾やってまいりました。今回のラインナップ一応確認しておきましょう。詳しく見る5種類ですね、今回も。で、まあ今回の目玉はやはりメドロワ、そしてマヒャドと、まあブラックロット一発で引けたら、まあ10連でね、そこで終了ぐらいなこともあるということを言ってたのですが、ここで、皆様にはお伝えしなければならないことがあります。非常に残念なお知らせとなってしまうんですが、この大々コラボセレクション第3弾、連動企画やっておりますが、とある事情でちょっと予定を変更しなければならないことになってしまいました。というのもですね、まあ、第1弾第2弾とまあ引いてきておりまして、第1弾でまあ狙いのね、魔光剣とハドラー装備を狙ってたんですが、ちょっと魔光剣マーム杖が出なかったということもあってですね、もう日付回ってしまってるんですが、2017年4月の15日の23時59分まで、だから前回の動画が上がった日の、24時前までが締め切りだったんですけど、駆け込みでちょっとマーム杖どうしても欲しくなってしまいまして、ここでまあ引いとかないとね、もうひょっとしたらね、長い間取れないっていうこともあることも予想できたので、ちょっとソースとしてね、まあ1本はね取っときたいっていうことで、ちょっとですね追加予算をですね、マーム杖第1弾の方に回してしまいました。ということもあってですね、ちょっとこの第3弾の方のガチャが、残念ながら引けなくなってしまいました。まあそのワーム杖でね、追加分入れただけであれば別にね、10連一発とりあえずね、奇跡の神引き狙いでね、一回引くっていうこともあるんですが、ちょっとこの先の動画の流れを見ていただいて、どうしてそうなってしまったのかをご確認いただければと思います。はい、ということで、第2弾のセレクションをとりあえず50連した後、ちょっとね、この先どうしようかいろいろ考えてたんですけど、一応抱き合わせでオリハルコン詰めもあるんで、これも1個欲しいんですよね、新鉄拳抜き出しが。出ないかな、10連で出ないんだけどね。皆さんはね、こういう引き方ほんと良くないですからね、10連にかけるっていう引き方、コラボガチャは皆さんは絶対にやめてください。その代わり私が人柱になりますんで、ついでにてい。もうさ、おなしゃす。やっちゃったこれ。もう絶対爆死の未来しか待ってないんだけどさ、もうこれスキップ押すのやだもん。爆死をするの分かってんのに爆死を確認しに行く作業、マジでおなしゃすよ。てな。ふっ、おい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 、一瞬爪来たから。爆死の未来ですよ、もう。もう、これはね、ダメなやつやってます。いや、もう、ほんとやだ。これもう、出ないの分かってんのに何やってんの？だよこれマジで。マジで近所迷惑。いやでも追加何本入れたん ?20?20 だから40連追加40連しちゃった。やった。これは
おお、これをやったってことはバラン引くか20連いやーここで、いやここでやめないから爆死するんだよな。ここでやめる勇気が必要出れば最高なんですけど、出なかった時のこのマーム爪が無駄になる感でいいいのか本当にいいのか本当にいいのか。皆さんはね、ぜひこの私の心境を参考にしていただいて、ここでやめるのが本当正解です。でやめないのがまあその先へですよ。天国か地獄かコースになっちゃうわけですよ俺は地獄を何度も見てきた男だ。今さら地獄にまた落ちたって気にしねえてい。あー、これぞ人柱。バラン追加。てい。知ってます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 。さあここで勝負だ。ここで出なければ本当の地獄。あっ、やばいやばいやばい、どうしよう。なんか感じたんだけど、え、嘘でしょ。ていなんも感じてねやっぱりね、やめなきゃダメなんですよ。ということでございまして、急遽ここからこの一セレ一ユキチ、大々コラボセレクションガチャ連動企画、急遽路線変更をさせていただくことになりますここからはなんとバランス装備コンプするまで諦めはっていーという状況になってしまいました引き続きですね、この後ちょっとバランガチャ挑戦していきたいと思いますので、ちょっと元々の予定とはね変更があってしまいましたが、何卒ご理解のほど、お付き合いいただければと思います。いきましょう、追加10連ちなみに最初に、一番最初にバランガチャ来た時30連引いてます。でその後それは動画に出てます。でその後見えないところで40連引いてます。でそれは動画に出てません、何にも出なかったんで。で、第2弾来た時の日に50連引いてます。で20連追加で引いてます。なので合計30、40、50、20、140連対象が1個も出てないっていうのがバランガチャでございます。残り40連で出るのか、おだちゃんす。いやーマジでちょっと予定変更したこのだけの結果をくださいって。もうほんとね、高評価お願いいたします。で高評価ぜひともお願いします高評価ぜひともお願いします。高評価ボタンが私を慰めてくれます。皆さんの高評価ボタンお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。